白岩会計事務所の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回は静岡市の清水区でですね、お仕事をされるときに電話やファックス、紙のファックスを対応してますよという方へ向けてのメッセージですけども、もう今ビジネスで電話やファックスというのは古いですよね。古いというのはお分かりかなと思います。じゃあ今新しいのは何なんだっていうと、メール、パソコンのメールは普通に使うと思いますが、あとはチャットワークというものがあります。チャットワークというソフト、アプリケーションやスカイプというテレビ電話ですね。あとフェイスブックや LINE のグループを作ってというのも仕事で使っている会社さんもいっぱいあります。で、フェイスブックとか LINE、そのチャットワークなんとかっていうのを使うなんて軽すぎてダメなんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかと思いますけども、そういう軽さがですね、今の社会のビジネスに合っているのかなと思います。で、要はそういうツールを使って何がしたいかというと、コミュニケーションを取る、連絡を取る、問題解決するみたいなところだと思いますが、それであればですね、何も電話とかファックスである必要はないと思います。メールはまあ使うとして、チャットワークというのはチャットで軽い感じでポンって相手に連絡を取れるものなんですが、何月何日に何々よろしくお願いしますねっていうのはですね、電話じゃなくてもチャットワークでポンって送ってしまえばそれで済むことなんですね。相手も了解しましたっていうのと、すごい軽い感じだけども確実にビジネスが進むというもので、すごいいいツールなんじゃないかなと思います。ですので、チャットワーク、Facebook、LINE をビジネスに使われてない方はぜひ導入していただきたいんですけども、導入の仕方がわからないという方は一度ご連絡いただければ導入のご相談に乗りたいと思いますので、お気軽な気持ちでご相談していただければと思います。